いやー雨降りますね。あんなにね自粛期間中天気良かったのに、もう最近は雨あられ、もう秋になったんじゃないかなっていうぐらい寒いですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、今ですねこれ作ってるんですよね。これ見えますか、ワンピースの下の部分のスカート、サクズ。サクズっていうのはね、なかなかねこうまっすぐ線引いて斜めに5ミリに3ミリとちょっと苦戦してるわけですけど、なかなか楽しいですね。洋裁のねあのあれがついに子供の、ちょっといつもここ撮ってると頭が途切れるんで、この辺で喋った方がいいと思うか。コーヒーをねちょっといただいて今ですねついに子供用のワンピースを作るということで今ちょっとやってるんですけど、何せ天気が悪い、テンションが上がらないね、カープも負け続けてると、試合はやってないみたいですけど雨で、そんな感じで、でももう提出期限がね少し迫ってるんで、ちょっと今日もやっていこうかなと思います。カフスを作るとね。行きましょう。70センチ。はい、そんな感じで、パターンのね、今、子供用の、ね、子供というか赤ちゃん用のワンピースを作ってるんですけど、終わりました。パターンが今終了したんで、いやー、なかなか長い戦いですね。やり慣れてないとやっぱり結構時間かかっちまいますね。まあ、今週の課題はね、パターンを作るだけなので、まあ、ここから布を、ね、切ってどうこうするというんじゃなくて、パターンを作って終わりということなんで、あとはちょっとどんな柄でね、赤ちゃん そのワンピース作ろうかなと思ってるんですけど、やっぱりね、アフリカ柄がいいんじゃないかというね、アドバイスいただいたんで、ちょっとそれに従ってマーケットに行ってアフリカ柄の生地を買ってきて、ちょっと作ってみようかなと、作ってみようかなと思います。いやーね、こういうね、こういう紙をね、もう10メートルぐらいあったんですけどね、最初買った時は。いや、使うもんですね、なかなか使います。そして気づいてたら、気づいたというか、さっきニュースを見るとカープは負けてました。全然試合があるとしなかったんですけど、今日雨だからないって聞いてたんですけど、調子悪いですね。来週また、今度はこのパターンを使って、今度パターンの変形型みたいなのをねやるみたいなんですよね。この今最初作ったベーシックなワンピースを本当はこうしたいとかああしたいとかあれば、こうやって変更しますよみたいな課題がもう出てるんで、ちょっとねやっていこうかなと思ってます。ではでは、ありがとうございました。